津市行政情報番組まるっとつガイドです。朝晩はかなり冷え込むようになってきましたが、天気のいい昼間はポカポカと暖かな日差しを感じますね。日中と夜間の温度差が大きくなるので、体調管理には十分気をつけてください。それでは今回のまるっとつガイドの放送内容です。街の出来事では、10月23日金曜日、東京都中央区日本橋室町2丁目にある三重テラスで第25回ツデーが開催されました。10月28日水曜日、高茶屋4丁目にある私立南高中学校で未来の有権者啓発事業が開催されました。前橋市長が市政について語るテレビ版市長コラム、今回は大谷踏切を広げますをお送りします。市政ガイドでは財政課から平成26年度決算の概要をお送りします。以上の内容で今回のまるっとつガイドをお送りします。